ギュルビと三人の神々。18世紀アイスランドの写本、SM66 より。ギュルビタブラカシとは、スノーリのエッタを構成する作品の一つで、エッタの第一部にあたり、約2万語からなる。スウェーデンの王、ギュルビとオーディンの間で交わされる質疑応答の形で、北欧神話における世界の創造から、滅亡、再生までの物語が、 エッダシアスカルドシからの引用と共に語られている。現在一般によく知られている形の北欧神話はその大部分をこの作品に依拠している。はじめの部分にはゲフィオンによる国引き神話が挿入されている。この事件でゲフィオンによって国土を削られたスウェーデンをギュルビはアースの神々の力を知りたいと思いガングレリと名乗ってアースガルズルを訪れようとした。しかし、 それを察知した神々はギルビに現実をかけた。ガングレリはバルハラの館に着くと宿を来い三人の男の前に通された。三人の男の名はそれぞれハール、ヤブンハール、スリジと言った。彼には食事を与えられたが、ハールに他に必要なものはないかと聞かれたため、この中に物知りがいれば尋ねたいと答え、三人の男との 間で問デモンドーが始められた。ガングレリはまず、最も偉い神は誰であるかと問いかけ、ハールは、それは、アルファズルであると答える。その後もガングレリは次々と質問を投げかけ、ハールらはそのすべてに答える。その内容は、天地の創造、人間の創造、ユグドラシルについて、アース神とアース女神、フェンリルの捕獲、フレイとゲルズの結婚、バルハラについて、 アースガルズの城壁建設、トールとロキのウートガルズルへの旅、バルドルの死、ロキの捕獲、ラグナロクなど多岐にわたったものであった。ラグナロクの後の世界再生の様子まで語り終えると、ハールは、これより、先のことは誰も知らない。ここまでで満足せよと告げた。気がつくと、そこには、館も人々もなく、ガングレリは何もない草原の上に一人立っていた。 その後彼は国に戻り、自身が見聞きしてきたことを人々に語ったとされている。スノッリはこのギュルビタブラカシの中で、古エッタに残る神話だけでなく、北欧の伝承からも藩を取っている。例えばナグルファルの材料となる死者の爪を切って、置かなければならない、という部分などが、その一例として挙げられる。ありがとうございます。